ございます。本当にありがとうございます、はい、以上鬼滅ラジオ振り返りトークでした。以上じゃないです。え、もう一方いらっしゃるんです。え、まさか、読ませていただきますね。嘘、私に声を任せてくださった人物は他界すると言われて久しいのですが、今回はすでに他界されていらっしゃる方でありました。アニメーション鬼滅の刃でかまど炭治郎の声をやらせていただきました、三木真一郎です。めちゃめちゃ予想外。花江夏樹くん、下野博くん、鬼滅ラジオ一旦お休みということで、はい、お疲れ様でした。原作はもちろんのこと、アニメーションシリーズから劇場版も大変なヒットを記録しているようで素晴らしいことと思っております。私はシリーズも劇場版も時間的にはあまり参加できていないので何を書けば良いものかと思っておりますが、アニメーション鬼滅の刃、花江くんを軸にメインの出演者の方がお互いに高め合いながら周りも巻き込んでスタジオの空気感を作り上げたのだと思います。とても素敵なスタジオでありました。お二人ともこれからも作品やキャラクターの人気に溺れることなく、声優という仕事の素晴らしさを皆様に伝えていく前線に立ち、今後も活躍してくださいね。いろいろと書き連ねたのですが、長くなりすぎたので割愛させていただきました。最後に、花江くんの成長がとても嬉しいです。改めてあなたが息子で本当に良かった。いつか打ち上げができる日が来たらみんなで話しながら飲みましょう。お疲れ様でした。ダメよ。これはもう今日も何もできない。まだ始まったばかりですよ、このラジオ。予想外すぎる。うわ、嬉しい。来ましたよ。マジっすか。いや、あなたが息子で本当に良かった。こんなに、いや、ちょっと涙出てきちゃうな。ミキさんが、わざわざこのうるさいラジオのために筆を取ってくれたんですか。本当すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい。すごいね。最初のあの書き出しの部分で桑島さんかなと、思ったんですけど。違います。そうか、ミキさんもそういう、そうですね、あるんですね、言われてるんですね。そうですね、はい、ということでございまして、お三方からいただきました。これからもちょっとね、恥じないようにやっていきたいですよ、はい、そうですね、はい、はい、これからも、ね、僕もやっぱミキさんがね、あの炭治郎で、うん、父で本当に良かったと思ってますんで、はい、いや、なんかやっててよかったね。うん、47回やっててよかったよ。うん、まだ終わりじゃないですから、これ。みんな今日はありがとうですから。終わってない、終わってない。みんな最後までありがとう。今日この後まだやらなきゃいけないことあるから、うん、まだたくさんメールももらってますし。今日は一人でいい酒飲みます。それはもう帰ってからにしてくれ。まだ終わってねえから。あ、そうです。まだ続きいきますよ。いや、嬉しい。はい。はい、ということで以上、鬼滅ラジオ振り返りトークでした。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。